そうです。さあ皆さん、何でしょう、スノーマンのフォースシングル、はい、ハローハローが間もなく発売となります。どうですか、なんか印象に残っている撮影とかありましたか。すごいなんか新鮮、なんか阿部ちゃん何なんかよく喋るべき。まあここに座るためだからね。あ、そうそうそう。あのハローハローといえばやっぱなんかスノーマンが今までなんか挑戦したことないようなちょっとキュンキュンとか甘酸っぱい感じの楽曲で、それこそね、ラブのこう映画の主題歌になったりとか、うん、いやすごかったよ、あのマジで。マジで。そうだよ、お前カイクに。そうよ。マジでここに。踊ってみてどうでした、ハローハローとか。あれさ、うん、楽しいよね、やっぱ楽しい、一見すごい踊ってるように見えて、はいはいはい、そんなに疲れないっていうか、確かに確かにね、うん、しなんかサビとかめっちゃキャッチーだから、キャッチー、皆さんもぜひそうだね、見てください、お願いします。はい、その主題歌、ハローハローのリリースにちなんで、はい、こんなことをやりたいと思います。何やねん、題して世界の挨拶、嘘をついているのは誰。イエーイ、聞いたことないゲームですね。ハローとかはじめとして、まあ、世界にはさまざまな挨拶がございます。あ、ありがとうございます。まあ、今回そんな世界の挨拶の言葉をテーマに騙し合いをしていただきたいと思います。これ騙すのとか。いや、騙し合いですよ。マジかよ。いや、うちずっとうるせえな。そうやろ。謝ってくるでしょ。配置が悪い。配置が悪い。ラツさんが一番来ましたよ。阿部の声はね、そこら辺で落ちてる。ルールは説明していくんですけど、まあ、基本的にやっていただくのはほぼ人狼ゲームみたいな。あら、人狼やばいやばいやばい、4対4に分かれてチーム戦を。おーチーム戦、はい、チーム戦でございます。出題するチームにはそれぞれ国名とその国の挨拶が書かれた紙を配られます。国名の名前か、だから、まあ、例えばこちらの4人だったら、まあ、日本こんにちは、ね、中国ニーハオとかね、いろいろね。で、一人だけ国名だけでその国のこんにちはとか書かれてない人、一人ね、一人で書いてない、この人になっちゃったら、うん、この国っぽい挨拶を考えなきゃ。なるほどね、っぽいこと言えばいい。なるほどね。え、その国の挨拶もし知ってたらどうする。知ってたらそれ言って、あ、それでいい、言っていいよ。まあでも知らないぐらい難しい。知らない、見たんすけどめちゃくちゃむずい。ガチで一人だけその架空の挨拶を答えてるのをこっち側見て、誰が嘘ついてたか、誰が白紙だったかを当てるという、その4人で1個の答えを出す。そうそうそう。阿部ちゃん、阿部ちゃん参加しない。俺参加しない。はっ、でさっき聞いたんだけど、阿部ちゃん参加しない理由は、阿部ちゃん強すぎるから。なめてなめて、流れてグッドパーで別れましょう。あ、おめでとう。確かになんかうるささのバランスはちょうどいいですからね。そうね、いい位置でこう割れるのが。さあ、ゲームを始めていきたいと思います。最初のお題はですね、世界のこんにちは。こんにちは。こんにちはね。こんにちは。始まると思います。じゃあ、まずはこっちから。緊張感あるな。つけてないよね。これだから、あの、おー、いいよ。俺、出るの？取ってそう。あ、みんなでピッて見る。じゃあ、せーので髪見よっか。やめせよ。せーの。せーの、かわいい。おお。この髪鍵かかってる。山本くん険しいな。テルニー険しいな。山本くん白紙なんじゃない？白紙なの、あれ演技か？じゃあそれではヒカルから順番に挨拶をお願いします。メルハバ。メルハバ？どこの国？これどこの国ですか？トルコです。トルコアイスよ。ぽいね。なんかメルハバ。ぽいな。なんかトルコって言われたら、あ。メルハバ、確かに新斎橋のトルコアイス屋さんだけど、メルハバって言ってた気がする。おぉ、これさ、もし違ったとしてさ、トルコの人見てたら超面白いじゃん。何言ってんのこいつ。ふっか、挨拶よろしくお願いします。ハロー、オランダ。ハロー、オランダもハロー、そっちもあんの。ハロー、オランダもハローか。佐久間、お願いします。ヒュバーファイバー。ワーファイバー、これはないな。国は国はどこですか。フィンランド。フィンランド、北欧ですね、北ヨーロッパ。なんか顔赤くなってきた。急に急に顔赤いよ。え、もう一回言って、もう一回言って、もう一回言ってよ。ヒバーファイバー、なんなんだこれ、ミスリードか。逆のパターン、逆のパターン。いや、そうね。じゃあ最後、メメお願いします。はい、ハロー。え、一緒。どこですか、どこですか。ニュージーランド。あ、ニュージーランドはハローやな。おー、
さあね、出揃いました。真ん中2人が怪しいな。真ん中2人が怪しいね。フィファーファイバーがもう知り合ってしょうがない。よく覚えてた。でも岩本くんもちょっとだけ怪しくない？何だっけ、メルハバ？メルハバ。国はショッピング。国はトルコ。いや、これ佐久間くんあれかもね。いや、俺ね、フェイクだもん。ね、演技だ。佐久間は演技で、俺は佐久間くん、福川さんどっちかやと思ったけど、佐久間は演技だと思う、俺。え、どっちの演技？ね、書いてると思う。そうだよね、俺もそう思う。書いてると思う。それでは、書いてる側の演技。その意見をまとめてください。どう思います、ショッピー？いや、でもめっちゃ怖がらすよ。いや、だから結構相当ドラマ班だから。そうそう、顔色変えれちゃうタイプ。うん、まあ、俺カメレオン俳優だよ、だから。ハローあの、ガチで色変えろって言ってる。ガチで色変えろ。伊達さんの意見としては、ハローが2個かぶってるっていう。ああ、確かにね。だからそこまで通用するって考えたらちょっと。で、確かにハロー一つ来て2個目言うことはあんまないから、ふっかさんなんじゃない？いや、俺もふっかさんやと思うな。でもメメはもう帰られるからハローって言うしかないし。俺、はい、ふっかさんで、ふっかさんで行こうか。どうも。いいよ。じゃあふっかさんでしょうか。よし。じゃあ回答チームはせーので、オッケー、誰が怪しいかを言ってください。せーの、ふっかさん。嘘だったんでしょうか。ということで、嘘をついていたのはこの人です。挙手お願いします。メメの、やっぱそっちだったの。というわけで、出題チーム嘘つき成功。おい、見ろよ俺のフィバーファイバー。ニュージーランドの、正しいこんにちははキアオラ。キアオラ。ニュージーランド。とっさに俺わかんないじゃん。ニュージーランドで、何ってなって、ハロー言ってた。ハロー言ったから俺もハロー言った。ああ、確かにそれもあるね。だってさ、ニュージーランドハローって言った瞬間さ、ラウルとかがさ、あ、ニュージーランド。そうそう。だ、恥ずかしい向こうは今。だからハローやわって言った組は恥ずかしいね。だってなんで顔角できたの？あのね、息止めた。さすがお前カメレオン。カメレオン俳優だから。顔の色変えれる方だから。ガチで色変えれる。大チーム、クイエ、紙オープン。押す、見ます。ちょっと後ろ。ちょっとこれさ、見られたくないもん。これ足で隠してる。伊達様から順番に挨拶をお願いします。ヨーナポット。ちょっと待って。ヨーナポット。チームだけど、それマジ。あ、待って。クリキだよ。ヨーナポット。ハンガリー。ああ、ハンガリーってどこらへん？ヨーロッパか。もう一回、もう一回。ヨーナポット。ヨーナポット。ヨーナポット。続いて、コージ、挨拶お願いします。新チャオ。新チャオ。新茶？え、国どこですか？ベトナム。ベトナム新茶。続いてラウル、挨拶お願いします。ヤーサス。ヤーサス。ヤーサス。なんか部族みたいな。これはどこですか？これはギリシャの挨拶。おお。じゃあ最後翔太、挨拶をお願いします。フェルマーラ。フェルマーラ。これはこれはある。絶対ある。国どこ？これは。ブルガリア。ああ、ありそう。これはある。これありそう。フィルマール。これは。安心感が顔に出てるもんね。まあ、それでは、回答チームは誰が怪しいか選んでください。俺はパッて聞いたときに、いや、コージ。俺、そうだ、俺はもう真ん中の二人の二択。そうなんだよ。え、でも変なポットが。いや、ヨーナポット。ヨーナポット。確かに、ヨーナポット、なんか、思いつかないけど、なんか伊達さんが言わなそうだもんね、なんか職種では。あれ、コージなんだっけ？シンチャイ？あれ？あれ？シンチャオだったんだけどな。シンチャオ。あれ？これ待って、これフェイク？え、ラウなんだっけ？俺はヤーサス。強いな。強いな。それはヤーサスやな。まあでも、やっぱ一番多分みんなでも同じ人だと思う。まっとうに行けばね。じゃあ、怪しいと思ったメンバーをせーので答えてください。はい。せーの！コージ。はい、コージというわけで、やっぱ怪しかった。怪しい。なんか、なんで、まあ、チャイなのかチャオなのか。そう、ちょっとはっきりしてないし。そこがブレたからな。回答チーム、嘘をついていた方は、この方です。挙手お願いします。やったねー。
もんね。もうもうそれはもうこれはあるわって言ってたもん。ほら。すごくない？でもそのチャイとチャオはあれわざと。わざと。うわあ。やられたね。わざと。やられたらやりきる。バイだし。ちなみにブルガリアの正しい挨拶はドバルデン。え、なんだっけ？なんだっけ？フェルマ。ありそう。ありそう。これはありそう。めっちゃ考えた。それでは紙オープン。いやあの膝大事だな。膝。さあ。じゃあ右足で隠すじゃん。メメだけやらんっていうのは俺。あ、ごめんごめんごめん。今回は世界のおはようで。おはようね。なるほどね。おはようで固めてんねん。そういうことか。そういうことなんだっけ。じゃあ朝起きましたで。あ、そう。元気を入れてもらってもいいですか。ポテッテスですが、お願いします。誰から。メメから。おはようの手帳。おはよう。演技してる。あ、ドブロウドロ。あれ、めっちゃ俺。で、国がブルガリアです。ブルガリアか。じゃあ、サクマ。ドブロウドロ。マーチ。マーチ。で、国がね。ガン。マーチありそう。南国。じゃあ、フカ。起きた起きた。リアルアクビ。マルカーニ。ロシア。あれ現地の人みたい。じゃあ、最後、ヒカル。起きた起きた。起きて起きて。スラバンパイ。なんか全員怪しいもん。全員だろこれ。俺はインドネシア。インドネシア。さあ考えてください。でも朝にその濁点がついた文字がいっぱいある。そのドブロウドロってなんか怖いよね。なんかドブロウドロみたいな。そのさ、マーチもさ結構短すぎ。マーチってなんか覚えやすいのを考えれそうだなって思っちゃった。フッカさんなんて言ってたの。マラカーン。え、早かったな。マラカーン。マラカーン。マラカーン。フッカさんおまっぱいな。俺はスラマッパギなんだけど。スラマッパギじゃないな。山本くん。あ、山本くん。山本くん髪引いた時にすごい笑ってたのよ。確かに。おお。その何の笑いだろうなと思って。スラマッパギっていう言葉がスッと出てきたなっていう感じだったの。うんうん。なんか。おお。そんなにさすぐ出てこないじゃん。スラマッパギ。うん。だから書いてるんじゃないかなと思う。なるほど。ああ。悪がなかったというか。それでは怪しいと思う人の。いやマーチか。マーチかな。マラカーニもちょっと怪しいけどね。やばい。え、これマーチじゃない。マーチ、マーチちょっと言ってみる。マーチにしよう。マーチ行こうか。じゃあそれでは怪しいと思った人の名前を呼んでください。せーの、マーチ。人の名前じゃねえ。人の名前じゃねえぞ。マーチ先まで。ということで今回嘘をついていたのはこの人です。挙手お願いします。あー、ミスマッチや。すいません。ちなみにロシアのおはようはドーブラエウートラ。あ、わかんないね。ドーブラエウートラ。なんか聞いたことあるかなと思って。違ったね。フッカが言ったのがマラカーニ。マラカーニ。よく浮かんだよ。そう。いややっぱ俺ゲームとかいっぱいあるからさ、いろんなもちろんなんかニュアンスでね勝負できるんで、いろんな言葉知ってます。はい。それでは一斉に髪をオープン。翔太がめっちゃ唾飲み込んだんだ。見てるね。翔太からいく。じゃあ行きますか。オッケー。俺もちょっと朝っぽく言ってほしいです。あー、ブエノスディアス。それどこですかこれは。これスペイン。あー、これブエノスディアス。ちょっと長めだね今まで。これはなんかスッと入ってきたスペインに聞いた。ブエノスディアス。ラウル、お願いします。ボンジーラ。いや、ボンジーラ。ボンジーラ、そうやな。ボンジーラ。ちなみにこれはどこの？ブラジル。あ、ブラジルのおはよう。うん。だと思った。新しいゲーム始まる。新しいゲームじゃない。一応ブラジルに住んでた。ボンジーラ、聞いたことある。コージ、お願いします。ひるじ、傘も立った。何？何？普通に。ああ、傘も立った。じゃあこれどこの？どこの？オランダ。伊達様、挨拶をお願いします。カリメラ。いや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 、甘そうやな。いや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 、カラメルみたい。カラメルみたい。
ニメラ？カリメラ。どうどうどうしよう。ロメシア。ギリシャ。さっきもギリシャでさ。でもブエノスなんとかがもし白紙で言ったんだとしたらすごいよ。まあうまい。いや確かにそう。これ出てこないの。これは出てこないと思う。いやでも俺も伊達さんからウルなのよ。いやいや俺はそう。俺はボンジーやだよ。いや同じ気持ち。それはでもさ同じ気持ちになってまたあのパターンあるから。いやそうなんだよ。同じ気持ち。だから何にしもってください。だろうね。でもにしてもカリメラがどう響くか。カリメラがどう転ぶか。そうなのよ。ブラジルってボンジーや。ボンジーや。しかも字は死に点々じゃなくて地に点々。ぽいこと言ってる、ぽいこと言ってる。あと、今ぽいこと言ってる。どラウル、うん、なんか気がするよね。いや、もうラウルで言ってみよう。そうしよう、そうしよう、かけよう。怪しいと思ったのは誰ですか？せーの、ラウル。さあ、ということで、嘘をついていたのはこの人です。挙手お願いします。かさぶたった。カリメラごめんって感じ。さあちなみにオランダの正しいおはようはフーデンモルヘン。フーデンモルヘン。あるじゃんそれ。かさぶたったのそのなんか由来聞きたいけどね。オランダって出てなんかオレンジジュース出てオレンジジュースをちっちゃくしたらかさぶたが出てきた。かさぶたを取るって出てかさぶた取ったやったらちょっとやりすぎかな。かさぶたった。さあ、3回戦に参りたいと思います。はい、した3回戦のお題は世界のさようなら。あー、悲しいな。うわちょっとニュアンス変わってきそうだよね。確かに。先行の光から、1枚ずつ引いてってください。お願いします。1枚って言ったよ。ブラックアベちゃんですね。超面白いわ。引1枚は。さあ、それでは俺とテレニーよ。一斉にで俺、ね、オープン。いいね、その作戦。あ、ちょっと笑ってる。これね、これ一発目で当てれるかも。チェックが終わりました。どうします、こっちのチーム。あのまた順番とか自由に変えてもらっても。どっちかでし、真ん中から岩本からやちまえで。やちまえ。じゃあ、ヒカルから挨拶、やちまえ。ポップやったな。やりづれよ。お願いします。ジュノペ。ジュノペ。あ、お休みのテンションでやってね、ちゃんと。さようなら、さようなら。あ、さようなら、さようなら。ジュノペ。ジュノペ。あ、ジュノペ。フランスです。フランス。フランスパンの国ね。そうだな。ブッカーお願いします。アリーベデルチェ。ん？いや、どう？アリーベデルチ。チェじゃん。チェ。アリーベデルチ。どっちですか？アリーベデルチ。え、最初チェって言ったのは間違いってこと？はい、間違えました。え、ちなみにどこの国？イタリアです。アリーベデルチ。アリーベデルチ。続いて、佐久間お願いします。チャンスみたいなね。あれ？なんか本物になりそう。もう一回聞きます。え？チャンスみたいなね。あれ？チャンスみたいな。ちなみにどこの国ですか？これは。ロシアです。おお。遠慮してんな。じゃあ最後。メメ、はい、お願いします。タムビエ。どういうテンションや。なんかほっこりするね。ちなみにどこの国ですか？ベトナムです。あー、なんかありそう。ありそうやな。ありそう。まずね、ふっかさんは芝居してたね、確実に。でどっちの芝居に寄せてるかは分からんねんけど、まあ、佐久間くんも毎回のごとく芝居はしてる。で、岩本くんなんだっけ。なんだっけ。ジュノペ。これがなんだっけ。フランス。これね、これテルニー俺はずっと見てたの。俺ってさっき空白の人やったやんか。空白あるある。多分ある。空白あるある言いたい。空白あるある言いたいんやけど。言いたい。空白あるあるの人ってすめっちゃ言いたいんだ。言いたい。空白あるあるって、まあ、見た時にこう、あ、なんて言うやろうな、こうやっぱ緊張するから、うんうん、空白ってね、うん、こう見た時に癖があるのよ。その癖は俺ちょっと分かっちゃったけど、そう一枚引いた時に、まあ、一斉ので見るやんか。うん、そのあるあるがあんねん、多分。うん、それを言いたいんや。早く言えよ。言いたい、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 
神みたいな。いやなんか弱いな。そんなこと弱いな。弱いなんか全員当たる痛いってなのに弱いんだよ。さあ今回は最終ラウンドということで、まあ1人目外したら2人目も選んでもらえる。あ、で何人目で当てられたかを点数にしたいと。どうですか佐久間くん、なんだっけ。ジャスピターニャ。まあ、そんなのだっけ。あそうそんなのでも俺は佐久間くん見る担当だったんだけど。見る担当。佐久間担当。佐久間担当。佐久間くんはもし白紙だったら絶対アカデミー賞取れる、マジで。うん、岩本くんがジュノッペ。ジュノッペ。あ、岩本くん。マジでこれ一生相談できるの。ジュノッペってなんか大学の友達の。だめです。順平を変えてジュノッペ。テルニク。行ってみよう。まだこれはもう時間もないし。そうそう。いや違う。早く出るか。怪しいと思った人誰ですか。せーの。もつもつくん。誰だよ。テルニ。ヒカルね。ヒカモちゃん。それではヒカル、もらった紙を見せてください。来い。ペン。ああ。いいとこだった。あれ、あるある。めっちゃ嬉しい。あるあるが聞いたから。ちなみにフランスの正しいさよならは、お、ルボワール。難しいね。お、ルボワール。なんか魔術使えそう。いや、でもマジか。やった、勝てるよ。来た来た。よしよしよし。それではカードオープン。ラフでした。俺の準備会がちょっとニヤついてる人多いか。あの工事わざとやってんだ。そう、あのね、そうそう、マルチというか、あれ誇張してるね。こっちチームが一発で当てちゃったから、こっちも一発で当てちゃわないと負けです。はい、終わりました。いやマジで負けだね。じゃあ一回だけ。じゃあ伊達様から挨拶してお願いします。んだよね、伊達さんのやつ。バイバイ。お、え？国は？国は？ガン。あ、これあるわ、これあってるわ。お前のその基準なんなの。いやでもさ、なかなかさ自分のアドリブでさ、バイバイってさ入れるのチャレンジャーじゃないか。結構攻めてるよね。コウジ、お願いします。スネアタアタ。日本語はどうだよ。そう、やろう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 。え、待って、もう一回やりすぎ。え、本当に、え、本当にやりすぎだよ。もう一回、さっきの続き。スネアタータ。あ、これは他2人聞かなくて大丈夫だ。いや、ちなみに国はどこ。フィンランド。いや、絶対ない。まあまあ、今日はとりあえず、今日はとりあえず。フィンランド。じゃあ、ラウル君。チャウ。あ、チャウ。ブラジル。あ、いっそ。チャウチャウ。さあ、最後。チャウチャウ喧嘩多い。ショータ、お願いします。イソントラタシュラ。これはさ、これは考えらんない。これは翔太考えらんない。お前失礼だな。なんだお前、これ考えられない。国どこですか。いや、ハンガリーです。またハンガリー出ました。まあでもこれ、さっきはおはようだった。ダントツなんだよ。スネアタータは攻めすぎる。攻めちゃってメンバー内でやりすぎだよ。じゃあもう、決まりでいいですか。いいですよ。じゃあ、怪しいと思った人をせーので言ってください。せーの、コージ。というわけで、コージ、髪を見せてください。やりすぎました。やりすぎました。理由があるんです。何だよ。びっくりだよ。もう一回来るとは思いませんでした。まあまあわかるよ、まあわかる。まず焦って、で、まずあの白紙の演技でフリーズしたふりをしたわけ。演技でフリーズのふりね。でももうさっきのタッターが出てきたわけ。で、こうやってたらな、スネが見えるわけ。スネになんかあった。もうそれで行きたくなりました。ちなみに最後のフィンランドの正しい最後は泣けみー。おお、でもね、コウジが言ってる。じゃあ、じゃあ、じゃあ、コウジ、コウジそれ言って、あの、泣けみー、泣けみー。以上、スノーマンでした。それでは皆さん、泣けみー。泣けみー。スネアタッタじゃないから言う。スネアタッタ。確かに。